今日は休日なのでこれから飲みに行きます。ビールね、4時間飲んだ。これだけでもずっとビール食べれそう。私もね、韓国人だと勘違いして。ここに牡蠣が1つ5000ド25円。はい、では本日3軒目最後のお店いただきます。もう数年人と一緒に飲むことがないので、お魚うどんを締めにいただきます。こんにちは、ちかです。今日は休日なのでこれから飲みに行きます。ウエは安く飲めるので相変わらずぼっちではあるんですが、クエに引っ越ししてから飲みに行く機会が増えて楽しいです。今日はね、土曜日なので飲み屋さん混みやすいのでぼっちには辛いということで、ちょっとねまだおやつ時間過ぎたくらいの早い時間なんですが、スタートしたいと思います。ということで今回はウエのちょっとローカルエリアで休日のはしご酒行ってきます。では早速行きましょう。今日はこんな感じの雰囲気で、ローカルの人たちでにぎわっているこのストリートではしご酒していきたいなと思います。この辺りね、家からすぐ近くなんですが、市街地とね反対方面なのであまり来たことなくてね、どんなお店があるのかよく分かってないので、いい飲み屋さんがあるといいんですが、ちょっと早いからどうかな。あそことかもね多分飲み屋さんだけどまだ開いてなさそうですね。ここら辺も飲み屋っぽいけどまだ開いてないな。かわいい。あ、ここにちょっとおしゃれ、高くないかな。でも開いてるからまずはここに行ってみたいと思います。パブビアって書いてあるから。お酒とおつまみが到着しました。ビールが4種類と揚げピーナッツとエビの揚げ春巻きです。はい、では1軒目いただきます。ビールね、4種頼んだ。ここね、いろんなビールがあったからいろいろ頼んでみた。これがね、だいたいどこでも一番安いやつ。450ミリ入って1万ドン。乾杯。うまい。安いけど全然美味しい。450ミリだからこっち3本が330ミリだから結構ね多め。これが1万ドンで、この2つが1万3000ドン。全部このウダっていうクエビールのメーカーですね。ではおつまみを食べていこうかな。これはね、まあ、あるあるのピーナッツなんですけど、揚げてあってあえてあるやつですね。おいしい。この構想のおかげか、めっちゃベトナム州のするピーナッツ。これだけでもずっとビール食べれそう。違う違う、これだけでもずっとビール飲める感じ。これグラスね、もうちょっと大きいの作ってほしいですね。ちっちゃいからめんどくさいな。お次はこちらのエビの春巻きなんですが、エビのね、すり身じゃなくてエビがね、丸ごと入ってあって、それを揚げてあるやつですね。いただきます。うーん、うまっ。これはビールが進む。めっちゃエビプリプリ。エビのすり身じゃなくてエビが丸ごと入ってるから、ほんとエビ食べてるって感じで美味しい。エビフライより全然いいですね。これも1万ドンだけど330ミリだからちょっと高級バージョン。
ちょっとすっきりしてるかな。まあでも安い方でも全然十分だから、まあ美味しいっちゃ美味しいけど、バカ舌だからあんまり分かんないかもしれない。ちょっとすっきりしてて飲みやすいかなくらい。なんかジューシーだと思ったら豚のブロックが入ってる。このピーナッツ、あえてあるおかげでただのピーナッツ食べてるより料理食べてる感がある。なんだろう、肉を味付けする時の五香粉みたいな感じの味かな。台湾とかにもありそうな味。ここはね、結構内装凝ってて本当にね、おしゃれな感じ。この感じだったら街中、市街地だったらビールとかもね、2、3杯ぐらいはすると思う。まあビールは安いけど、料理はそこまでは安くないかな。まあちょっと安いぐらいだと思う、市街地よりは。はあ、安いからいっぱい頼んだんだけど、もうすでに店飽きてきてはしごしたくなりだした。こういうおしゃれな店はちょっとね、若干落ち着かないっていう感じはありますね。もっとね、トローカルな方がゆっくりできるかもしれない。こういうおしゃれなお店の悪いところはめっちゃ音楽がうるさい。はい、ではお次、フェスティバルっていう、これもね、ウダビールのプレミアバージョンって書いてあります。これ初めてです。フェスティバル。お、これはちょっとフルーティーな味がしますね。これ13,000ドンで、ちょっと3,000ドン上なんですけど、まあ、若干確かに、ね、変わってくるかな。これはまろやかな感じがします。Cái đi nhà hàng mời á.À, dẫu thầy em đang nghe hang á, thì còn một chút chi vẫn rồi sự sờ quá em mời em ăn thử thì làm còn đặc biệt chứ không phải Hàn Quốc không? À, cảm ơn nhé. Ừ, anh cũng nên Hàn Quốc người đã được kim chi rồi, 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 kim chi やばい、ここでキムチめっちゃ美味しい。普通ね、ベトナムのキムチってベトナム風キムチだけど、これ本当に本場キムチっていう感じの味。めっちゃ辛い。美味しい。ここはね、日本人の人でも全然取れる感じ。初めてベトナム来た人でも全然いける感じのめっちゃ綺麗なお店です。このキムチめっちゃ美味しいんだけど、めっちゃ辛い。飲んでも飲んでも口の中から取れない。まあ味めっちゃ濃いからお酒が進む味。さすがでも冬って感じ。韓国と同等か韓国以上に辛いかもしれない。辛いけど本当に本格的で美味しい。とりあえずキムチが辛い。冬はね本当に辛い。はい、最後のアイス、ウダアイスです。これもちょっとスペシャルバージョン。乾杯。ウダアイスが一番スッキリしてるかな。薄く感じますね、これが。ベトナムの居酒屋はこのメニューが美味しいからいいですね。春巻きとかに関しては多分ね、日本のより絶対美味しいと思う。皮がすごい軽いからお酒飲みながらでもお腹にずっしり来なくてちょうどいい。今ねキムチ持ってきてくれた人ね、多分オーナーかな、わかんないけどめっちゃイケメンですね。ここはイケメンがいるお店。
美味しい。このね、暗くなる前から飲むビールは美味しいですね。この春巻きは本当にお酒のあてに最高。ここのキムチ本当におすすめ。ベトナム料理じゃないけど美味しい。ここのお店すごいサービスもいいし、料理も美味しいし、結構ね安いから、ここでね収めてもいいんだけど、他のところもちょっと探検したいからね、これ食べてまた次行きたいと思います。料理ね足りないかなと思ったけど、辛いからねビールが進んで、もうこれで最後になっちゃった。ここら辺が空いちゃったから、これを最後飲みます。はい、ということでビール終了。じゃあご飯食べて次行きます。はい、1軒目ね、キムチのサービスとかしてくれて、サービスすごく良かったので綺麗だしね、結構おすすめですということで2軒目行きたいと思います。まだねちょっと明るいから、本格的にはね飲み屋さん指導してない感じなんですけど、いいお店を探していきたいなと思います。お、ここに牡蠣が1つ5000度25円っていう看板出てるから、ここに行ってみようかな。はい、ということで2軒目やってまいりました。実はね来る前にダラットから買ってきたワインを1本開けたので、もうすでにちょっと酔ってきたんですけど、頼むのめんどくさいので2本頼みました。料理がねまだ来ないので、先にビールを飲みたいと思います。ここもねちっちゃなグラスで、美味しい。やっぱり店を変えるとね、またフレッシュな気分になります。雰囲気がねまた違う感じで、ここはねめっちゃドローカルっていう感じなんですけど、これもねまたいいですね。美味しい。おーい、おつまみが到着しました。牡蠣のネギピーナッツダレとチーズ焼きです。はい、では2軒目のおつまみ牡蠣が到着しました。めっちゃ美味しそう。1個5000の25円です。めっちゃ安いけどめっちゃ美味しそう。はい、ではチーズ焼きの方からいただきます。味付け、これ多分マヨネーズちょっと入ってるのかな。すっごいね味わいのあるチーズ焼きですね。今まで食べたチーズ焼きで一番美味しいかもしれない。味付けが割とね新鮮ですね。ふえ微妙かなって思ったんですけど鮮度。次ネギピーナッツ焼きですね。ネギとピーナッツとフライドオニオンが乗ってます。美味しそう。スープもいっぱい。美味しい、最高。まあね、さっきのお店に比べると雰囲気はねめっちゃドローカルでおしゃれな感じは全然ないんだけど、めっちゃ美味しい。いや、これが1個5000丼はめっちゃハイクオリティだと思います。ほら、どーん。で、ここのねスープも美味しい。めっちゃうん、最高。牡蠣ね結構苦いのとか混じってるけど、ここで全然混じってない。美味しい、甘い。あ、ここ一軒だけだったらこの牡蠣だけめっちゃ食べれるって感じ。
日が暮れてくるとね、ここら辺めっちゃいっぱい空いてきましたね。6本目、何やらソースがついてきたので、あ、おいしい、味噌のチリソースって感じ。のお店もね、その雰囲気にしては安かったんだけど、ここは本当に安くって、海鮮鍋が6万4300円とか、さっきのね、エビの春巻きと同じ値段で鍋が食べれるというね、爆安な感じ。さっきね、通った、まだ開いてなかったお店も開いたから、ここの目の前だから、この後ちょっと行ってみようと思います。ローカルエリアの方が外れないかもしれない。では最後の牡蠣1個、これねめっちゃ美味しいから絶対リピありって感じ。このねチーズ焼き本当に味付けがいい。最後、2軒目終わりです。ごちそうさまでした。おい、それでは2軒目のお店と向かい側にあるこちらの飲み屋さんに行ってみたいと思います。光って見えないけどこちらです。おい、最後3軒目のおつまみとビール到着しました。宇田ビールのカンカンと豚バラの炭火焼きです。はい、では本日3軒目最後のお店いただきます。最後は宇田ビールのカンカンです。これ1万1000円だから、まあカンカンにしては安いのかな。今日は瓶ビール尽くしだったので最後缶です。乾杯。ああ美味しい。本日最後のおつまみはお肉です。がっつり豚バラですね。300円だけどもりもりいただきます。あ、おいしい。めっちゃ柔らかい。クエだからね、これもそもそも辛いんだけど、めっちゃタレが染み込んでておいしい。味はね、サテって感じかな。これなんかわかんないけど、タレがついてきたので。あ、おいしい。塩コショウライムにピリ辛が加わってるって感じ。クエはね、何でも辛いからビールもが進む。ベトナムはね、ビールが安いっていうか、ビールばっかりメニューにあるから、ビールをね、爆飲みしちゃうからお腹にたまりますね。美味しい。炭火焼きだからめっちゃ美味しい。ベトナムのね、居酒屋メニューは本当最高ですね。何もつけなくても本当に美味しい。
って自分で買って調理するとめっちゃ硬いんだけど、こういうところのすっごいタレに染み込んであるからめっちゃ柔らかくて美味しい。本当に増え、何でも辛いからビール飲まないと食べられないぐらい口がヒリヒリする。ほら、これもめっちゃからしだらけ。からしっていうの、唐辛子だらけ。街中じゃないとね、ざわざわしてないからいいですね。一人飲みがはかどる。焼き鳥とかと比べると一品一品が量が多いから、一人だとねあんまりこうやって一品とかしか注文できないから、まあ、こういう時はぼっちの弱みですね。家の近くもねパブ通りなんですけど、家の近くはねめっちゃパーティーピーポーみたいなのが集まってるから、なかなかね一人では行きづらいですね。もう数年人と一緒に飲むことがないので、人と一緒に飲むっていうのを忘れたんですけど、こういう食事とかもね気使わないといけないのかな。一人でねバクバク食べたらいけないから、人と食べる飲み会みたいなのをね経験しないと全部一人で食べちゃいそうですね。日本人ベトナムで飲み会したら安すぎて感動する感じですね。おつまみも300円とかだしめっちゃ美味しいし、ビールとかもう本当に50円とかだから酒飲みには最高ですね。してて飲みやすいですね。二日酔いしない感じかな。ビールでは二日酔いしないか。これでは全部食べ尽くしたので最後のビール乾杯。おーい、三軒ともすごく良かったです。最後ね、締めに行きたいと思います。おい、ではここにバンカンのお店あるのでこちらに行きたいと思います。締め、美味しそう。はい、最後締めのバンカンカーロックです。はい、最後バンカンカーロック、お魚うどんを締めにいただきます。フエと言ったら分母フエっていう感じかもしれないんですけど、もうねフエに来たらバンカンカーロックがフエの名物っていう感じですね。バンカンカーロックのお店がめっちゃいっぱいある。バンカンがこんな感じで冷凍じゃなくて乾麺のうどんっていう感じですね。めっちゃ美味しい。熱くて締めに最高。これがカーロックですね。白身でね、すごい食べやすいです。うん、おいしい。ラーメンよりおいしい。まあ、正直なことを言うと、日本のね、ラーメンが恋しいんですが、バンカンカーロックはね、結構匹敵するぐらいおいしいです。あー美味しい。はい、という
ということで、今回はフエのちょっとローカルエリアではしご酒してみました。市街地に比べるとね、やっぱりちょっとローカルのエリアだったので、かなり安く美味しく飲めて最高でした。でもね、フエは市街地でもすごくね安く飲めたりするので、ローカル店で気になったお店あったらぜひ入ってみてください。ということで、今回の動画も少しでも楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。